まあ今日の私の下條先生さんがあの戸田にの駒場キャンパスに来てくださいまして、授業していただいたんですが、やっぱりあの、まあ、僕のあの母校でもあるんですが、やっぱりなんかね、まあなんていうか、まあタイムズ、はい、いやエデュケーションの世界大学ランキングもいいんですけども、自分の今いるところを大事にしなくて何か意味があるんですかっていうふうに僕は思うんですよね。やっぱり自分の育った場所というか、まあ例えばだからその自分のいた高校大学、それを大事にするというのは基本だと思いますし、それからエンブレムってことだと思いますし、それが僕は基本だと思うんですね。ですからこれがあの戸田の駒場のとこなんですけど、この掲示板はですね、僕は学校学生の頃からありました。これ変わってないですね。でそこにあのギガ版教室っていうあのまあ三島業かあのまああの有名なね全教頭の人たちと対話したところがあって、でここら辺の構造は全く変わってないわけですよね。とか被害者の時からそれで立て看板とかあるんですけど、まあ立て看板はみんなそれぞれの、主張があると思うんですが、まあだから僕はここで育ったわけですよね。でそれぞれの人がそれぞれのところで育ったと思うんですけど、自分の育ったところを大事にしたかったら僕は違う成長ないと思うんです。知的な成長はないと思う。だからそれぞれの人がそれぞれの育った現場を大事にして頑張ればいいんじゃないですか。それはグローバライゼーションとかそういうこととは違うと思う、俺は思う。なんか世界大学ランキングとかそういうことはどうでもいい。自分が育った環境を大事にして頑張っていくしかない。それが全ての人に俺は成り立つだと思ってますということを、今日ですね、下條信介さんという素晴らしい、カリフォルニア工科大学の前の同僚が来てくださって授業してくださって、その授業の後の、飲み会の後にお申し上げでございますということで、駒場東大前から文献庁がお伝えいたしました。いいっすよ。でもみんながいいんだよ。みんな、どんな人もいいんだよ。